お腹の前も気になるけど横も気になる、そういった方にぴったりなサイドアブストを紹介します。今回の腹筋メニューのいいところは腹斜筋と腹横筋を使うのでお腹周りがすごくスッキリしてきます。くびれが作れてお腹にラインが入ってきます。呼吸をしっかり意識して行うことでたったの5回でも効果的です。レベルを3つに分けて紹介します。1種目3セットずつ行いますんでしっかり鍛えられます。無理なくできるんで一緒に頑張ってみましょう。最後までやった人はコメントで教えてください。まずはウォームアップです。仰向けで寝ましょう。膝を抱えてキープしてください。スタート。まず腰の筋肉、背中の筋肉を伸ばさないと腹筋ってね、体を少しは起こしますから、腰が硬いとね、体が持ち上がらないんでしっかり腰を丸めていきましょう。マイペースでいいですよ。はい、OK です。はい、次は肘をついた状態で足を持ち上げます。このまま足を左右に倒しましょう。お腹の横をストレッチしましょう。スタート。急にね、運動に入ると筋肉つったりすることがあるんで、ちゃんとウォームアップ、クールダウンをね、おすすめしてます。いきなりね、運動に入りたい気持ちもあるんですけどね、ちゃんとウォームアップした方が効果的に鍛えられます。はい、 OK です。それではやっていきましょう。1種目目は手を肩幅に広げてこのまま体を横に倒して手を伸ばします。そしたら反対に行きます。こういうイメージです。これを5回です。いきましょう。息止めないように、スタート。1 2 3 4 5 OK です。あと2回やっていきます。いきましょう。スタート。1 2 3 4 5 OK。 もし首疲れる人はね、寝たままでもいいですからね、体を横にね、動かせば効いてますから。3回目いきましょう。スタート。1 2 3 4 5 OK。 いや、効きますね。もし難しかった人はね、次の分はできると思います。今度はこのままでかかと、古節をタッチする感じです。足が遠いとね、たまないんでちょうどいいぐらい曲げてもらってタッチする感じ。これ体を起こすの辛い人は寝たままでもいいです。寝たままくねくねしましょう。5回いきましょう。スタート。1 2 3 4 5 OK。 腹直筋じゃなくてね、横を使ってるんでね、すごい腹筋疲れる感覚ないと思いますが、結構効いてますからね、くびれに。2回目いきましょう。スタート。1 2 3 4 5 OK。 あと1回終わりです。いきましょう。スタート。1 2 3 4 5
こ。オッケー、結構効いてきましたよね。あと1種目、そしてクールダウンやったら終わり。頑張っていきましょう。今度はね、手をね、足の幅に揃えて、体を起こして、手が左右対称の幅になるように、手を横に振っていきます。息止めないようにいきましょう。スタート。1、2、3、4、5。オッケー、効く効く。手だけね振らないように体も一緒に振ってくださいね。あと2回いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。ああ効いてきてる効いてきてる。みんなあと1回頑張っていこう。あと1回やったらクールダウンで終わり。よっしゃ行きましょう。1、2、3、4、5。あははは、痛い。よっしゃ、オッケー。さあ今度はね、うつ伏せです。お腹伸ばしましょう。こっからで手をついてね、上体を反らしてキープ。背中硬い人はね、手を少し前にしてください。スタート。すごいね、キープ。お腹使ってね、伸ばしてあげないとね、逆に猫背の原因にもなってくるんで、ちゃんと使ってお腹ね、引っ張って元に戻しましょう。伸びる。ちょっとです。オッケー、よっしゃ。ラスト、今度腰を丸めて終わり。膝抱えてキープです。スタート。できればね、頭と背中も丸めてみてください。首疲れる人はね、寝たまんまでもいいですよ。腰がね、伸びますね。腰がやっぱり硬くなるとね、反り腰でね、うなずける原因になるので。よっしゃ、足を広げますよ。みんなよく頑張りました。よっしゃ、オッケー。最後まで頑張った人はコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。